地球シミュレータ棟に設置された行行。写真には映っていないが、この後ろに地球シミュレータがある行行は、エグザスケーラーと PG コンピューティングによって開発されたスーパーコンピュータである。スパコンの絶対性能を競うトップ500において2017年11月期に4位、スパコンの省エネ性能を競うグリーン500の同期では5位となった。2017年5月より、 海洋研究開発機構横浜研究所が所有する地球シミュレーターと同じ建物にて設置されていたが2018年4月に賃貸契約を解除された。そのため強校を開発したエグザスケーラー社では行校の再稼働先を探している。アクセラレータとしてエグザスケーラー社が独自開発した高効率メニーコアプロセッサの Z スケーラー -2.2 を用い、 冷却システムとして、フロリナアートによる液芯冷却を用いているのが特徴。2017年5月より、全3台が設置されて、部分的な運用が開始され、2017年11月には、スパコンの絶対性能を競う、トップ500において4位をマーク。2017年12月に、全26台が設置されて、本格稼働し、トップ500で世界3位。 グリーン500でも世界4位に相当する性能があるとされていた。かつて地球シミュレーターが設置されていた海洋研究開発機構横浜研究所の地球シミュレータ棟に設置されていた。その近くにはジャムステックの所有するスパコンである地球シミュレーターが設置されており地球シミュレータ棟を所有するジャムステックと賃貸借契約を結び地球シミュレーターがバージョンアップで 小型化して空いたスペースを曲がりする形で設置されていた。なお、トップ500の登録に関しては、システムが設置されている、サイトが行う規定になっているため、実際にシステムを所有するエグザスケーラー社に代わって、大屋に当たるジャムステックが代行している。なお、地球シミュレータのバージョンアップで広大なスペースが空いた、ため、同じ無念には、地球シミュレータの初代、二代目、 地球シミュレータ胸全体の模型なども設置されており、横浜研究所の一般公開の際に一緒に見学することができた。2017年1月に科学技術振興機構の産学共同実用化開発事業として、次回結合ィーラムインターフェースを用いた大規模省電力スーパーコンピュータの課題名で採択され、開発資金として行政より60億円の融資がなされ、 世界トップクラスの性能を目指して2018年6月まで開発が続けられる予定だった。採択課題にある高効率メニーコアプロセッサと液晶冷却に関しては実現したが、次回結合 D ラムインターフェースに関しては、業工が契約解除された2018年4月までには実現しなかった。上記の通り、業工はジャムステックが 開発資金を払って購入したわけではなく、業行を所有するエグザスケール社がジャムステックの所有する建物の一部を曲がりして設置しているだけであった。60から80億円とみられる業行の製造費は、行政からの融資と PG グループ企業数社での増資を含むエグザスケーラー社の自己資金で全て賄われた。JST が資金融資の前提とした業行の開発目的は、 上記の通りだが、エグザスケーラー社とっての業構は、一種のマーケティング費であり、先行投資とのことで、業構の開発を通じて獲得した技術による、独自の液心冷却層や、システムボード、これらを使ったスパコンの販売を通じて、収益を得る考えを、2017年11月期トップ500の発表直後、逮捕直前の元社長は語っていた。 エグザスケーラー社の創業者がスパコン詐欺事件で逮捕された2017年12月以降 JST からエグザスケーラー社に対してヒアリング調査が行われその結果採択時のものから大幅な計画変更となっており本課題を採択した前提を確認いった計画の遅れに加えて性能も目標に大きく届かないと JST に判断された JST に 無断で計画の変更が行われた理由が不明で社内の都合としか説明されなかったため JST は同スパコンに関する開発事業の中止を決定し2018年3月本来なら開発に失敗した場合でも融資の1割の返済で済むはずだったところを全額返済を求めるという厳しい判断を行い2018年4月までに60億円の 有志のうち同社に支払い済みだった52億円を返還させた。JST の判断を受け、ジャムステックは2018年4月にエグザスケーラー社に賃貸借契約の解除を通知し、運用が停止された。2018年4月現在、エグザスケーラー社では2018年内の再稼働を目指して、行工の移設先を探しており、置いてもいいというところの連絡を待っている。 行政からの資金は引き上げられたものの、ティッシュ技術の開発自体はグループ会社のウルトラメモリー社によって継続されると見られている。2018年6月現在でも再設置先は見つかっておらず、2017年6月のトップ500が発表された i s ク2018の会場でも国家プロジェクトがストップしたせいで強行が停止させられたことと、 海外を含めて設置先を探していることを訴えている。助成金の不正受給事案に関しては、NEDO 自身で不正を発見することができず、司法当局の一連の捜査によって初めて発覚するという NEDO の助成事業において前例のない事態となった。それを受け、2018年2月、NEDO は可能な限り早期に再発防止に取り組むために、 裁判の決着を待たずに外部の専門家からなる調査委員会を設置。2018年10月、上田光一らの外部有識者からなる調査委員会は、不正の内容と要因分析や対策などを記した中間報告書を作成。バンプレス3次元積層技術を用いた省電力メニーコアプロセッサの開発と超交帯域ウルトラワイド IO3 次元。 積層メモリデバイスの実用化開発の2件において、外注費の架空請求、ライセンス料の架空請求、ローム費の架空請求の3点からなる不正が行われたことが確認され、ペジー社と外注先とで口裏を合わせたり、また内容虚偽の商標や虚偽説明のための計画的な準備などの悪意を持った事業実施者による巧妙な差し主のせいで、NEDO は、 不正が見抜けなかったことが報告された。これらの一連の搾取の発端は、ペジー社の脆弱な財務状況が一因であったという。報告書においては、事業実施者の経営基盤等のチェック強化や、抜き打ち検査などが対策として提案された。また、NEDO の運営費交付金は税を原資とした、公金であるという観点から、再発防止に、 全力で取り組むことを NEDO に求めている。不正を防止することが技術開発推進という政策目的を達成する上で重要という観点からも、本機は国家プロジェクトとして大きな教訓を残した。フロリナートが満たされた水槽の一層ごとに16ブロックが沈んでおり、1ブロックごとにホストプロセッサーであるインテル G o n l i が4個。 アクセラレータである PGSC2 モジュールが32枚、通信インターフェースであるインフィニバンド、EDR カードが4枚、それぞれ搭載されている。ブロック内部は PCIe ファブリックによって接続されており、各ブロック同士はインフィニバンドで接続されている。PGSC2 モジュールは1モジュールあたり、メインプロセッサとしてが2048コアの PG、プロセッサが1個。 コントローラーとして MIPS64 プロセッサが6コア、メモリとして DDR4DIMM が4枚搭載されている。強行全体では1万枚の PGSC にモジュールと1250個の Intel GionD で構成されていることになる。PG モジュールは1モジュールあたり PG コアが2048コアなので合計2048万の PG コアがある計算になる。 2017年11月時点での理論性能は28.19、プフロップス、消費電力は 1350kW、消費電力性能は14.17グフロップス W。2017年6月期のトップ500には、部分的に稼働した状態で参加し、1677.1テラフロップをマークして、トップ500で69位につけた。 2017年11月期のトップ500では、Z スケーラーマイナス2.2を搭載して、本格稼働に近い状態で参加し、19135.8テラフロップをマークして、トップ500で4位につけた。なおランキングに参加した際は、PGSC2 の2048コアのうち1984コアを 700MHz で動作させた。 2017年12月には20.41プフロップス16.34グフロップス W で本格稼働した。このスペックはトップ500では3位に相当、グリーン500でも4位に相当する。ありがとうございます。